はい、こんにちは、レトスのです。今回なんですけども、宅建専門の学校レトスが、受講者さんから選ばれている理由、これをですね、お伝えさせていただきます。まあ、専門学校っていうと、なんかね、ビルがあって、そこの一室に、通うっていうイメージあるかもしれないんですけども、弊社はそうじゃないんですね。メールのやり取りをしながら、または、専用の動画、まあ、受講者専用のサイトがあるんですね。まあ、これはログインしないと入れないんですけども、そちらを使いながら、あなたに勉強を、あなたと一緒に勉強を進めていくと、まあ、いうような、まあ、流れになります。で、どんな受講者さんが多いのか、これちょっとお伝えしますね。最近だってやっとね、名前がちょこちょこ、まあ、売れ出したっていうのか、まあ、知ってる人も多くなってきたんですけども、やっぱり初めはね、知らない方が多かったわけですよ。で、そういうことから、一度落ちた方、独学で勉強したけども、実際やっぱ受からなかったと。っていう方が、まあ、弊社の動画だったりとか、サイトを見ていただいて、あ、理解学習しなければ受からないんだ。これまで丸暗記学習していたけども、あ、理解学習しないと受からないんだって気づいた方。これ3割ぐらいですかね、全体の。あとは予備校とかね、大手の通信講座とか、まあ、通われているから。この方も、結局は予備校通ったとしてもね、大手の通信講座通ったとしても、結局は理解学習を教えてくれないんですよね。普通に市販に売ってるようなテキストありますね。ああいったのに載ってるような内容を、教えてくれるだけで、結局、それより深い部分と、深い部分までは、教えてくれない場合が多いんですよ。で、結果、丸暗記学習しかできなくて、その結果やっぱ落ちちゃうと。まあ、いう方が、まあ、弊社のね、動画だったりとか、サイトを見ていただいて、受講していただくと。まあ、これも3割ぐらいですね。あと3割。これまで全く勉強したことがないけども、大手ね、ありながら、勇気を持って弊社を選んでいただいた。っていう方ですね。まあ、これもね、もちろんサイトとか動画とか、まあ、メルマガね、毎日3問無料でお送りしているメルマガがあるんですけども、まあ、そちらをご覧いただいて、受講していた方。まあ、これで9割ぐらいかな。で、やっと最近になって紹介ですね。これね、すごく嬉しいことに、もちろんね、受講していただいて合格した方からの紹介もあります。それ以外に、受講しなくても、まあ、メルマガね、無料のメルマガ毎日3問、お送りさせていただいてるんですけども、まあ、それだけで合格してる方もやっぱいるわけですよ。で、その方から紹介を受けて、受講していただくって方も実際いるんですよ。で、これね、私すごく、まあ、嬉しかったんですよね。もちろんね、受講していただいて合格した。だから、レトスいいですよ。だから受講しましたっていうのも、まあ、嬉しいけども、全然もう無料で、そういう合格していただいた方も紹介してくれたっていうのは、まあ、関係性はそんなに密じゃないわけですよ。私とその方っていうのはね、受講者さんだったら、ここにも書いてある通り、コミュニケーションよく取るんで、もちろんね、信頼関係築けてるから、紹介案件来るっていうのは、まあ、当然だと思うけれども、そうじゃない方も紹介してくれてるっていうのは、すごく私じゃね、嬉しいです。って言って、言った方が、まあ、まあ、全体の、その、受講者さんの、まあ、割合かな、というところです。で、まあ、実際その方、もうほとんどの方がね、まあ、その方々が、弊社を選んでくれてる理由っていうのは、まあ、先ほども お伝えしたんですけども、やっぱり、コミュニケーションをよく取れるっていうのがすごく大きいんですよ。まあ、その中には計画をね、私が立てて、あなたに行っていただく。で、もちろんね、進む方もいなかったら、計画通り進まない方もいるわけですよ。で、そういった時に、じゃあ修正しましょうかとか、そもそも進んでない原因って何なんでしょうかねってことでね、やり取りしながら、じゃあこれ課題だからここをちょっと、直していきましょう。変えていきましょうと。そのために実行プラン、具体的にはこういうことをやってくださいねと提案して、で、実際やっていただいて、できたかどうかとかね、連絡やり取りしながらやっていくっていう、コミュニケーションがもう他者とやっぱ全然違うんですよ。教室がないからコミュニケーション少ないんじゃないのかって思われるかもしれないけども、教室がある学校、予備校よりもコミュニケーションは取っていると思います。まあ、実際に受講者さん、予備校元、もともと通われてた受講師さんからも、まあ、よく、ね、やり取りしながらそういう話になるんですけども、やっぱりコミュニケーションが多いで、昔はやっぱりなかった。予備校通ってもやっぱりね、例えば火木金とかね、火木金、月水金とかの方が分かりやすいかな、月水金とかね、週3で通っても、その時にじゃあ先生と話ができるかっていうと、できない場合もやっぱあるんですよ。できても5分とかね、
やっぱ質問があったら並ぶわけですよ。で、並んでね、じゃあ全員じゃあ30分数割り当てましょうって、そんなできないわけですよ。10人いて30分だったらこれ300時間か。5時間ですよ、質問だけで。ね、1日終わっちゃいますよね。で、それ無理だから1人やっぱ10分、5分になっちゃうわけです。ましてやね、予備校に先生がいないっていうところもやっぱ実際ね、あるらしいんですよ。で、これね、私意外と少ないのかなと思ってたんですけども、意外と多いのかな。ちょこちょこ聞くんですよね。一人じゃないんですよ。多数の方から聞くんですよ。DVD 学習で、やってて分かんないところを聞きに行こうと思ったら今先生いないとか、事務員しかいないから答えられないとかっていうところもやっぱ予備校であるらしいんですよね。で、私はの学校はそういうのはないわけですよ。メール相手としたら私が直接こう解説するわけなんで、そういうのはないんですよね。で、通学だと通わないといけないっていうのもあるけれども、それなくてもいいわけですよ。どこでも勉強場所になるんですよね。それも受講者にも言ってるんだけども、自宅の例えばね、自分の部屋のデスクっていうのかな、テーブルっていうようなデスク、机、ここだけが勉強場所じゃないんですよ。テキストとか、まあ、問題集とかですね、持っていたらどこでも勉強場所になるわけです。私自身が勉強したところで意外と思われたところがあってね、マクドナルドはもうよく勉強しました。もうマクドナルドは私が中心で勉強したところなんですよ。で、その当時意外だなって言われたのが、例えば駅のホームの待合室、ああいったところでもやってましたね。まあ普通にそういったのがなくて、椅子があってね、ホームに椅子があって、そこでもやってました。で、まあ営業ちょこちょこ行った時に、まあね、すぐ帰ったらいいけども、5分だけちょっと勉強してから帰ろうかなとかね、そんな時は5分だけ勉強して帰るみたいな、事務所に戻るみたいなことをしてました。で、それ5分でも勉強できるわけですよ。教材持っていたらどこでも勉強場所になりうるんだってことをちょっと頭に入れてもらいたいんですね。だから学校に行くのももちろんいいかもしれないけども、どこでも勉強場所になりうるんだっていうのを頭の片隅に置いておくと、まあちょっとね、勉強時間も作りやすくなるし、いいと思います。ちょっと話は離れたんですけども、まあコミュニケーションをやりながら勉強を進めていくっていうのが、まあ一つ選ばれる理由です。で、じゃあコミュニケーションを取りながら、じゃあ何をお伝えしていくのかっていうと、大きく分けると学習術、記憶術、回答術、この3つぐらいに分かれるかなと思います。で、もっと大雑把に分けたら上と下ですね、に分かれます。こっちはね、実力をつけるための、学習法なんですよ。下については実力がついた、それを実際本試験で出さないといけないわけですよね。それはこっちです。意外とね、実力ある方も本試験になって焦ってミスっちゃうって方もいるんですよね。だからこっちも実は重要です。実は重要。ただね、一つ注意してもらいたいことがあります。予想模試とか過去問で40点45点取れているから実力がついているとは思わないでください。これは全然関係ないです。点数は関係ない。何で判断するのが一番いいかというと、日頃の勉強の仕方なんですよ。日頃の勉強の仕方がちゃんと理解学習をしているのであれば、たとえね、今現状点数に現れていなかったとしても実はついてるんですよ。実際点数と、縦軸を点数にして横軸をね、時間にしましょう。勉強時間、ちゃんと理解学習をしていても、初めってずっとね、点数上がらないんですよ。でもある時から一気に上がるんですよね。だからもちろんここのね、時期になってきたら点数現れてるから、予想模試とかでも、まあ35点以上と取ってくるようになります。でもこの35点っていうのは理解した上での35点なんでね、これすごく重要ですよ。点数で40点だから実力あるってさっきは違いますよって言いましたよね。35点でもちゃんとその35点について理解をしているので、35問分について理解しているのであれば、それは実力があるんですよ。40点取ってもそれがね、丸暗記学習をしているのであれば、おそらく本試験になったら点数取れません。まず問題文が理解できないと思うんですよ。そもそもの話ね。過去問っていうのは何回も何回もやってるから、そんなの取れるに決まってるんですよ。問題も覚えてるし、状況もわかるわけですよね。解説も見てるわけですよ、一回は。一方、宅建の試験、本試験っていうのは初めて受ける問題ですよね。初めて見る問題なんですよ。ってなると、その問題文がわかんない方って非常に多いんですよ。で、予想模試と過去問で40点取っていても落ちちゃう。で、それは何なのかっていうと、日頃の勉強、つまり学習術と記憶術、これをちゃんとやっていないがゆえなんですよね。まあ学習術っていうのは何かっていうと、じゃあ、問題を解きましょうってなった時に、どうやって問題を読んでいくのか。その問題1問を、単に問題読んで解説読んで、はい、終わりじゃなくて、
その中でやるべきことがあるんですよね。その何をしなきゃいけないのか、一問一問問題を解くに当たって何を意識しないといけないのかっていうところをお伝えします。これは問題の解き方というか日頃の勉強の仕方ですよね。日頃の勉強の仕方、まあ、それに付随して記憶術もお伝えします。どうやってやったら頭に入れやすいか、大きく分けると、一つずつね、この問題ありますよね。丸暗記していいものと理解しなきゃいけないものってあるんですよ。丸暗記についてはもう丸暗記でいいんです。まあ、日頃の、あなたが勉強している方法ですよ。丸暗記で OK、 いつもの勉強の仕方。一方理解については調べなきゃいけないんですよ。調べることによって、例えばこういった、あ、これはこういうイメージなんだ、まあ、例えば市街化区域ってこういうイメージなんだとかね、低等圏ってこういうイメージなんだとか、ある程度のイメージだったりとか、具体例とか、そういったものを使いながら理解をすることによって頭に定着させるもの、2つに分かれるんですね。理解をして頭に定着させるものと丸暗記で OK なものって2つ分かれるんですよ。それを区別しながら一問一問検討していくんです。これは丸暗記でいいかな、じゃあ丸暗記で OK、 これは理解しないといけないな、じゃあこの問題は理解しようというふうにことで分別していかなきゃいけないわけですよ。でも弊社はそれを やらなくてもいいんです。もう弊社のこう過去問集ね、この問題集見ていただくと分かるんですけども、考え方が書いてある部分については、いや理解しなきゃいけない部分なんですよ。例えばこんなんなんかもう完全ですよ。これこの1ページだけで1問なんですよ。1問っていうのは大問1問じゃないですよ。選択肢1選択肢でこのだけの解説です。これも1選択肢でこの解説、これは1選択肢でこれ若干少なめですね。この少なめって言ってもおそらく普通の解説よりもおそらく図とかあるんで分かりやすいと思います。これも一つの解説だから、これで 1,2,3,4 問ですよ。これで大問1問ですよ。問い1とかっていうやつですね。で実際これって市販のものよりもサイズが大きいんですよね。このテキスト、過去問集自体が A4 サイズなんで、普通のってちょっとどこのかあれなんですけど、これね、これ市販の問題集です。この問題集見ていただいても分かる、これだけです。4分の1です。まあ2分の1っていうのかな、2分の1のサイズなんですよ。 A5 サイズ、弊社の A4 サイズで、大問でこれね、こんだけの解説があるわけです。でこれってどのくらいの量なのかっていうと、市販の問題集でいくとこっちに問題があって、解説こんだけなんですよ。これで4問ですよ。これで1問2問3問4問こんだけの解説、これで4問ですよ。つまり半ページ、1ページ分ですよね。これで言うとこの1ページ分っていうのは、まあ、この部分だけが解説なんですけども、弊社の方で言ったら2つはこれ解説だから4倍なんですよ。ただそれだけで、まあ、丸暗記の部分は同じぐらいの量かもしれないけども、理解しなきゃいけない部分についてはやっぱりね多くなっちゃうんですよ。だからどういうことかっていうと、市販のもの、まあ、予備校も一緒だけれども理解しなきゃいけないから自分で調べなきゃいけないわけですよ。でも弊社のものってこれ書いてあるわけなんで、こっちにね、調べる必要もあんまりないわけです。少なくなるわけです。で分かんなくなったら受講者の専用ページなんで、そっちで動画を見たりね、もし分かんなかったらこうコミュニケーション書いてあるんですよね。私に直接、質問いただく、まあ、今日もね、何つかこう質問ありますけれど もう毎日毎日あるわけです。で毎日してくる方もいます。まあね、365日ずっとする方はいないですね。初めの1ヶ月は分かんないものが多いからずっと毎日毎日する方もいますしね、まあ、全然構わないです。構わない、合格していただけるのであれば、合格していただけるために私はやってるわけなんで全然構わないです。分かんないことだったらいつでも質問できるわけですね。っていうふうに区別をしながら、理解するものと覚えるものを区別しながら、区別これされているんで、まあ、そのままこれはやっていただいたら必然と理解もできるし、理解すべきものは理解できるし、丸暗記するものはもう丸暗記したらいいしっていうふうな形で何回か繰り返すことでもうこれ頭定着しますっていった感じです。だから時間が短縮できるっていうのもすごく大きいんですよ。丸暗記だと正直ね、もう10回とか20回とかもう復習していかないと覚えても忘れちゃうんですよね。一方理解をするとイメージが残っているんですよ。具体例とかそこから紐づいて、結論を頭に入れてるんで忘れにくくなるんですね。だから 3,4 回5回とかで頭に定着していきます。もうそれだけでもね2倍ぐらい時間が違うわけですよ。だから効率的なわけですね。で解答術、これは実力がこれでちゃんとついたっていうの前提ですよ。ついてないのにこれだけやったとしても意味がないです。
まあ、イメージとしてはこれが土台で、その土台の上に回答図、実際の、試験ですよね。試験中ってやっぱ焦るんです。焦ります。緊張もします。でそういった時にじゃあどうやって対処していくのかっていうところもお伝えします。これはちゃんと実力があった上での話ですよ。何度も言います。これだけね、頭に入れたとしてもそれを真似しても実力がついていなかったら意味がないわけですから、ちゃんと土台があってその上に建物建てますよね。土台がなかったら建物建てても地震とかで崩れちゃうんで、だからちゃんと理解をしながらちゃんと学習できた上での実力の発揮の仕方、ここまで教えます。でこれがちゃんとできればもちろん本試験は安泰ですよね。合格することができると、まあ、いうわけです。でこういったことを教えてるっていうのは予備校でもあまりないんですよね。もちろんこのコミュニケーションを取るっていうのはあまりないんですけど、弊社はそういった自分が勉強してた時に、独学で勉強した時に感じたものもありますし、実際宅建じゃなくて宅建以外 の FP っていうね資格の時に、私自身ちょっと田舎に住んでたんで本を売ってるところがなかった。書店がね、あんま大きい書店がなくて、その FP の資格の本がなかったんですよ。で書店行ってもね、ないからどうしようかと思って、じゃ通信講座とりあえず受けようかっていうので受講したわけですね。でそこにはやっぱ添削してくれるとかね、質問何回も OK みたいな感じで書いてあるけども、質問しても返ってこねえし、添削ね、もちろんやっても丸付けされたものが返ってくるだけなんですよね。つまりちょっと先ほどちょっと語弊があるかもしれない、質問しても返ってこないっていうのは1週間後とかに返ってくるんですよ。まあ、5日とか1週間、そうですね。だから遅いんですよね。だあまり意味がなかったっていう、そういった意味ですよ。帰ってこなかったことはない。帰ってくるけどもちょっと遅すぎるっていう話ですよ。もう何質問したか忘れてるぐらいなんでね、まあ、私はそういうのはないです。もう24時間以内にはもう原則返してますね。もっと実は早いですけども、3時間とか4時間とかで返しますけど、まあまあまあ一応24時間というふうにしといてください。それよりね、遅れることはほとんどないので、もしそれで遅れてたら私がちょっとメールを見損ねてたとか、ちょっと漏れがあったっていうことなんで、そういう時はね、もう一回質問していただければ、ちょっと見過ごしてるなっていうふうに私も年にね 3,4 回ありますんで、ご了承いただければと思います。でまあね、そういった通信講座も受講した時に、あ、これではちょっと結局独学と変わんないな、で自分だったらこういったもの欲しいな、こういったサービスあったらいいなっていうので、まあ弊社ね、レトスを立ち上げたわけです。でまあもちろんね、初めに受講していただいた方からもうやっぱコミュニケーションがあるから、もっとこういったサービス欲しいですみたいなことがやっぱ来るわけですよ。そしたら、あ、じゃあそれはね、合格するために必要なサービスだなと思ったら、それどん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 追加してでやっていって、やっとね、ある程度もう確立したカリキュラムが、できてますんで、ぜひですね、宅建試験合格したいなっていうのがあれば、ぜひ弊社選んでいただければと思います。いつでもご質問あったら、これについてね、ご質問があったら言っていただければ、回答させていただきますんで、それはね、下の概要の方にメールアドレス載せておきますんで、そちらの方から、メール、直接、いただいて構いませんので、メールしてきてください。で、個別指導、まあ、弊社はね、個別指導がもうメインの講座になるんですけども、個別指導についても、下のね、概要の方からリンク飛ぶようになってますんで、そちらの方をクリックして、ぜひご覧ください。次の試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。ベトスのものでした。